オンクパトは、中華民国の政治家、モンゴル族、中国同盟会以来の革命はじめしで、中国国民党でも幹部を務めた。後に、王朝明政権に参加している。ジワコ小坂へ、北京毛狂師範学校を卒業。1912年、衆議院議員に選出され、合わせて中国同盟会に加入している。その後、孫文のご法軍政府に加わり、 1921年、関東悲聴国会に出席した。後に、北京政府に移り、大総統、霊源広氏の顧問も務めている。1924年1月、オンクパとは、中国国民党第一回大会に出席し、中央執行委員に選出された。翌月、チャ茶春省臨時執行委員会、ヒカルソナエインに任ぜられている。 1926年の第2回大会でも中央執行委員に選出され、1928年に中央出管委員となった。同年10月、呼吸博物院理事に任ぜられ、11月には第一期立法院立法委員に選出されている。12月、毛蔵委員会委員に任ぜられた。1929年3月、国民党、 第3期中央観察委員に選出され、以後、第4期と第5期でも同様に中央観察委員となっている。1931年、国民政府委員に任せられる。1934年3月、毛古地方自治政務委員会委員に任せられ、翌1935年5月、行政院中北平政務整理委員会委員となった。1939年8月、 王朝明に合流して国民党中央委員に任せられる。11月には威夫メイオルドスサイを気候気協となった。王朝明政権成立後は国民政府委員となっている。なお、オンクパトが王と合流したにもかかわらず、なぜか重慶国民政府でも国民政府委員の地位に引き続き止められていた。重慶国民政府委員の地位からようやく罷免されたのは 大法流から約2年半を経過した1942年1月のことである、1944年12月6日、病没、去年56、ありがとうございます。